さあ皆さん、社会科学部行ってみたいと思います。元ゆずみ講師が分かりやすく説明しますからね。さあ今日の全体像はこちら。まずは長文読解空小10問題行ってみたいと思います。で、実際には10問あるんですが、まあ、社会科学部なんであんまり簡単ではないんですね。まあ、ちょっとそこそこは説明に時間、最初の5問行ってみたいと思います。で、その後今後の勉強法に行きますからね。頑張っていきましょう。さあ皆さん、説問の指示の一読をお願いいたします。さあ皆さん、今見えているのは第一段落でございます。ただ長いので前半、中盤、後半3つに分けていきますね。で、皆さん、まずは前半部分でございます。で、それを一読していただいた後、この問いの1番ですね、選択肢これでございます。この中から検討をお願いします。皆さん、まず読み始めると Other eating truths、 他のと言ってますよね。で、皆さん、他のということは何と比べてるんだろうと思って見てみると、お箸と比べてますよね。で、皆さん、見ての通りお箸の方がアドバンテージ、有利であると。つまり使い勝手がいいんでしょうね。で、皆さん、これでも選択肢眺めていただけるとわかるかと思いますが、お箸と他の道具を比べてお箸の方がいいですよねというふうに比べてるわけですから、選択肢の A が正解ですよね。で、選択肢の B は考える、 C は頼る、D は考慮する。で、E は対比させる。で、今回はお箸と他の道具の比較でございますので、正解は A ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて問いの2番でございます。で、また一読していただいた後、こちらの選択肢の中から選んでいただきたいんですが、皆さん、ここに注釈がございましてですね、説明はこれとなっておりますので、それを参考にしながらよろしくお願いいたします。で、皆さん、空所の2番の右側をご覧になっていただけると、I have not located、 SV がございますよね。で、読み進めていくと、皆さん、こちらにも動詞がございます。で、当然、動詞と動詞をつなぐもの、つまり接続詞ですよね。で、それがあるのかなと思って見ていただけると、特に接続詞、まあ、もしくは関係詞らしきものがないので、この空所2番のところには接続詞、ないしは関係詞を入れなければいけないですね。で、皆さん、それで選択肢眺めていただきますと、まず削れるものがありますね。まず皆さん、選択肢の BCD が副詞でございますので、まずは×ですね。で、あと皆さん、since か although か。これだったら接続詞ということで OK。で、あと皆さん、どっちにしますかということで意味内容を取りに行くんですが、皆さん、空所の右側に not という否定がいますよね。で、皆さん、こちらには肯定がございます。つまり、肯定と否定で対比の関係ですね。で、選択肢の since と although と言われたら、もちろん正解はいいですよね。うにゃうにゃだがということで反対でございます。もちろん since はうにゃうにゃなのでとか、うにゃうにゃ以来ですね。で、今回は肯定と否定でございますので、although、これが正解ということでよろしいかと思います。さあ、それでは続いて問いの3番をお願いします。で、皆さん、これどの選択肢を選んでいただいても出だしが ing になってますよね。で、そうすると皆さん、空所の右側のこの and の存在価値がわかりますね。そうです、 and の右側が ing ということは and の左側も ing ですから、このどれかとこのメインテイニングが並列関係ということですね。ということで、皆さん、意味内容上もほぼ似通ってくるはずでございます。ですから、皆さん、この意味内容上もメインテインとほぼ同じになるはずですよね。で、当然メインテインと言われたら維持する。で、維持するという選択肢があるのかなって見てみると、 A は自慢する、 B は見せびらかす、 C は化粧する、で、D をすっ飛ばして E は説明する。となってくると、正解は D ですよね。Keep up、維持する。で、それと皆さん、メインテイニングを and で繋いでいると。並列関係バッチリということで、D が正解でよろしいかと思います。で、皆さん、続いて問いの4番、お願いします。で、皆さん、まず文法上一つだけダメですので、それをまず削っておきますね。それは選択肢の D、provided。もちろん後ろにざっと説のざっと省略されることが多いんですが、この皆さん、接続詞ですからね。
で、皆さん接続詞と言われたら後ろに SV が来るはずなんですが、こう後ろ右側見ていただいて、まあ一旦このコンまで止まっておりますが、ここまでで SV がないので選択肢の D はまずダメですね。で、あと皆さん残ってる選択肢で意味で考えるのかなと、もちろん意味で考えて適切なものを選んでいただいているかと思いますが、皆さん実はこの空所の右側にある enable ですね、これの処理の仕方を知ってると実は一発で正解が出るんですね。で、皆さんここからちょっとホワイトボードで解説しますね。それでは先ほどの問題の続きいってみたいと思います。ではタイトルは enable に隠れた関係性ということで、例文の一つ目、ちょっと皆さんまずこの上の文章をご覧くださいね。皆さん直訳すると、彼の助け、それが私がその仕事をすることを可能にしてくれるでしょう。で、皆さんその文章中、この下の文章中に書き換えることができるんですね。さあ皆さん、この空所のところに入るのは実は接続詞なんですが、何が入るかちょっと考えていただけますか。もちろん彼が私を助け、点点点でその仕事ができるでしょう。そうです、 if が隠れているんですね。ですから、もし彼が私を助けてくれたら、私はその仕事ができるでしょう。ですから、こちら、条件に相当する箇所が実は隠れてるんですね。さあ、皆さん、それを下の例文の二つ目。これが皆さん、先ほど設問に絡んでいた文章ですからね。で、皆さん、文と空所のところに何を入れるのか。で、残った選択肢四つをこの下に書いてみました。まあ、もちろんこちらに enable がいますからね。で、皆さん、この enable を含んでる文章中、ポイントはこれでございます。条件に相当する箇所があるんですよ。で、今回はあの選択肢を選んでいただけますと、このあたりに条件に想定する部分が露呈してくれてますよね。そうです、空所には条件を示す表現が入るはずですね。で、皆さん選択肢改めて見直していただきますと、条件は一つしかないですよね。もちろん正解は B。 もちろん皆さん、義文と言われたらうにゃうにゃ考慮すれば、もしくはうにゃうにゃ仮定するとということで、条件を示す表現ですからね。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。サミさん、第一段落後半でございます。こちら問いの5番をよろしくお願いします。サミさん、これは空詞の右側の on the contrary という表現と、この選択肢の並びを見たらですね、実は一発で正解が出るんですね。もちろん正解は A で、なぜこれに行き着くのかというところですが、それはこの後ホワイトボードで解説しますね。それでは先ほどの問題に関するお話ですからね。タイトルは話の展開に注意。先ほど正解になった on first sight、 それよりももう少し有名どころが例文2番。皆さん at first、 意味はおそらくご存知の方多いかと思います。はじめはですよね。で、皆さん at first I didn't like him、 で、皆さん気づいてる方もいらっしゃるかもしれませんが、こういう感じで来たら後ろの展開皆さん読めますよね。そうです、はじめは私は彼が気に入らなかったんです。ですがということで、バット点点点、こういうつながりが後ろにやってくるんですね。そしてそれを少し応用したものが例文の3番、 at first sight、 一見すると the book seems easy、 その本は簡単そうに見えるんですよね。ってことで、皆さんその後ろの展開また読めますよね。そうです、一見すると簡単そうに見えるんですが、バッと点点点ですよね。まあ多分実際には難しいんでしょうね。で、この at first sight とバットの関係、それが先ほど正解になった on first sight、 こちらにも当てはめるだけでございます。で、選択肢 on first sight で、実際の空所の右側にあったのがバットだったらめちゃめちゃ簡単、まあ予想がつく方は多いんですが、ここが on the contrary だったので、まあちょっと悩んだという方もいらっしゃるかと思います。ちなみにさ、on the contrary と言われたらどんな関係性ですか？ということで、例文4番。Your mother looks young。あなたのお母さん若そうに見えますよね。という発言に対して子供がこう返すんですね。on the contrary。She's already 70. いや、もうすでに70歳なんだよ。これで皆さん、on the contrary な前後の関係性がわかりますよね。そうです、前後は反対ですよね。ですから、この対比の関係がこの but と同じでございますので、but や on the contrary の左側。で、その左側に設問箇所。まあ、つまり空所があって、この関係性が見えてますか？というのを問う問題でございました。ですから、but だったらすぐ反応できる方多いかと思うんですが、まあ、早稲田ですから、これでもうひねってきたんでしょうね。で、皆さん、先ほどの問題と合わせてですね、もし知らないところがございましたら、ノートを取っていただけるとよろしいかと思います。で、念のためにスクリーンショットしておくと
というのでも構いませんからね。ひとまず記憶に定着をお願いいたします。サビさん、お疲れ様でございました。今から勉強法行ってみたいと思います。タビさん、どの学部にも共通する全体的な勉強法、それに関する動画はすでに存在しておりますので、それらのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。まだご覧になってない方はそちらも参考になさってくださいね。澤部さん、社会科学部1、正誤問題は定番ですよね。で、法学部とかスポーツ科学部、こちらで練習するのもいいんですが、社会科学部の正誤問題は早稲田の中では一番難しいので、上智大学の過去問でも練習していただきたいと思います。で、じゃあ今ご覧になっていただいているのは早稲田の長文対策の動画ですが、この社会科学部の正誤問題は早稲田の文法対策動画、そちらでも扱ってますからね、合わせてご覧ください。そして括弧2番、長文、社会科学部の設問形式が大体この3パターンですね。で、括弧 R の内容値問題、これは塾とか学校で練習している方は多いと思います。ですから得意な方も多いので、まああんまり他の受験生と差はつかないですね。逆に E の空小獣、そして U の下線部説明、ここにややなレベルが多いですね。で、これに対する解き方等々を含めて、まあ、どうすればいいのかってことですが、このヤダッチとスタディの大学別対策講座、その中でも比較的この E と U を多く扱っておりますので、苦手意識がある方は G 増しレベル、そこからご覧になっていただいて、で、それが終わったら総計上智の対策動画、こういう順番で映っていただけますと無理なく実力は高められるんじゃないかなって感じがいたします。そして極限まで皆さんの実力、それを上げるには赤本をどんどん過去に遡っていっていただきたいですね。でもじゃあ一般的には昔の方が難しいので、そこで普段から練習してると、いやー最近のは簡単だねとなる可能性が高まりますからね、参考なさっていただけますと嬉しいかと思います。そしてスクリーンショットする方はどうぞ。ということで、早稲田に向かって頑張りましょう。